九州大学の伊藤英介と申します、えー。中級プログラマーによる生成 AI の活用事例という内容で、えー、発表させていただきます、えー。まず、あの、自己紹介なんですけど、私、あの、九州大学の情報基盤研究開発センターというところによりまして、大学の、えー、情報基盤運営として、えー、電子認証基盤やメール、情報共有、これは MS365 などをやっております。で、講義としてはプログラミングやコンピューターシステムなどをやっております。 で、研究テーマはデータサイエンス系で、まあ分、データを分析するということで、まあ、大規模文書からの知識発見として、まあ、最近ではネットコンテンツの分析とか、まあ、画像の漫画、画像分析とか、後でちょっと出るスマホ学生賞などをやっております。えー、それで、えー、本講演で伝えたい内容でございますが、まあ、これも、あの、まとめと同じなんですけど、文章生成 AI は、プログラミングを本当に効率化してくれていると。 これは、えー、プログラミング経験がある人も少ない人でも効率化しているなと思います。ただし、まあ、差し引きほどの英語の話って言うのもありましたけど、えー、出てくるプログラムを理解してないとダメだと。自分が、えー、生成 AI が出したプログラムが自分が求めるものであるかどうかを判断する必要があると。それで、えー、ここまで半年以上使ってきた経験としては、えー、初級や中級の簡単な問題、比較的、えー、中級の問題はですね、答えにたどりやす,きやすいのですが、 上級のというか難しい課題の場合は答えにたどりにつくくて、これをどうすればいいのかちょっとよくわからない。で、えー、答えにたどり着くためにはやっぱりプロンプトをどうやって作るかというエンジニアリングの技能が必要であると。あと、チェーンオブソートと呼ばれている試行錯誤が必要であるということがわかります。はい、それでは始めにです、えー。生成 AI が出ましてもう半年以上経っていますが、えー、これでいろいろな悩みが解決できるようになりました。自然言語で問いかけるだけで解決できることが多いです。 本講演で依頼がありましたときに、私は AI 技術を使ってはいるものの、その AI の生成 AI を作る専門家ではないし、まあ、生成 AI の使い方も普通のレベルじゃないのかなと思っているんですが、まあ、そのときに思ったのが、ミニズムにある永遠の中級者というものでございますで。これはアラン・クーパーさんの本に書いてある内容なんですけども、多くの初心者は中級者にステップアップするけれど、ほとんどの中級者は上級者にステップアップしない。 ということはですね、私のような中級者の活用事例にも発表している内容は意味があるんじゃないかなと思って発表させていただきます。で私が何に活用しているかといいます。生成 AI を活用しているかというと、プログラムの作成や解説、あとデバッグにも使ってますが、それからオフィス365などの情報ツールの使い方を尋ねてみたり、マインドマップやシーケンス図を作ってもらったりとか、もちろん文章の生成や要約、検索、翻訳などにも使っております。 で、今日は、あの、時間がの都合というテーマの都合上、プログラミングだけに、えー、あ限定します。で、プログラムの作成や解説はどうするのかというとですね、チャット GP 等の生成 AI に、〇〇言語で三角を実現するプログラムを教えて、と聞くとですね、コードの断片が出力されます。まあ、Python 言語、C 言語、あといくつか試しましたが、まあ、HTML などのコードはですね、出力してもらいます。 で、これは本当にプログラムを書ける人には超便利でして、まあ何が嬉しいのかというと、普段あんまり書いてなくて忘れているとか、経験のない処理などがあった場合、それをですね、大体大まかな事例を出してくれるというのが嬉しいです。で、今すなわたも Python 言語を今メインで使ってるのですが、使い始めたのが2015年から、これはあの AI とか機械学習とかそういったものが盛り上がってきたので、そちらの言語に変えた方がいいだろうと、使ってるんですけど、まあそんなに、えー、 詳しくない部分があるんですね。あと、面倒な定型処理、えー、誕生日入力とか住所入力などを書くのは大変な、面倒なんだけど、これも定型文なので書いてくるっていうのが非常にありがたいです。それから、プログラムのコードを読ませて解説を頼むと割と良い説明をしてくれるのがあります。で、以降ですが、えー、活用の事例、プログラミングにおける活用事例を難易度が初級、中級、上級、まあ専門的な課題について紹介いたします。 ちなみにこの難易度はですね、主観的な難易度なんですが、え後で最後にお話しますが、これ主観的な難易度でいいんじゃないかなと感じております。はい、えそれでは初級の課題です。課題はタスクとかそういう内容を持ってください。え初級の課題として簡単な課題をですね、文章生成の AI に尋ねると、大体課題通してくれます。 簡単なクイズ的な質問であったり、文章生成、簡単な分類などはやってもらいますで。簡単なプログラムも作成と解説をしてくれます。で、何に試してみたかといいますと、私は大学2年生向けの C 言語プログラミング演習を担当しておりまして、これは課題が20個以上あります。これらの課題は、生成以外に尋ねると大体解けてしまいます。解けてしまうとか最近試して分かっていたので、 学生には、まあ、九州大学の方針でもありますが、えー、チャット GPT などは禁止しないけれど、えー、自分で作らないと能力が伸びないよと説明するとと,ともに、また、チャット GPT や、えー、まあ、生成 AI の癖と言いますか、言いましが、わかるよということを伝えて、ちょっとだけ抑止しようとしております。では、どんな課題をやってみたのかと言いますと、C 言語の授業で、これ最初の1回目か2回目に出る課題なんですが、えー、プログラミングを入力、 の入力して以下のことを確かめてください。イントの範囲を超える数を入力するとどうなるか、小数を入力するとどうなるか、えー、文字を入力するかどうなるか、コードです。この、えー、7行ぐらいのコードですけども、これは、えー、変数 i に、えー、値を入れて出力するというだけの問題ですけど、これについてこのピンク色の文章、部分を全部チャット GPT に入れるとほぼ完璧な答えが出てきます。まあ、大学2年生だと絶対書けないような完璧な答えですね。 で、この最初のイントロの範囲っていうのはですね、2の31乗の付近でおかしくなるっていうのを、まあ授業では伝えるんですけども、チャット GPT がちゃんと21億4700万番という数字をですね、出してくれています。少数入れると、えー、切り捨てますよっていう、まあ、ちゃんとした答えが出てくるよなりますで。次に前半の出てくる階段位なんですけど、 エラートステムスの古いを用いて、線位下の素数を出力するシゲン語プログラムを作成してくださいという、この一文だけを入れるとですね、ほぼ正解が出てきます。右側のポートですね。左側にも説明も文章も出てきて、こんなのを出してくれるなということなんですけど、まあ、ここで学生が絶対使わないであろうというのは、このグーレアンという方は教えてないので、使わないとかですね。 インズプライムというプログラミングに慣れてる人はよく使う変数名なんかもあんまり使わないはずだなというところが、まあ、チャット GPT の見せるところかなと思います。はい。で、初級の課題ですが、まあ自分が使う場合にも便利なんですけども、私としては授業をやっているので、プログラミングの課題が、えー、簡単に解けてしまうのをどうすればいいのかっていうのはちょっと分かってない。今年度はもうそのまま、えー、前,前半の方であ,ありましたので、通り過ぎましたけれども、 今後、生成 AI を前提とした課題を作るべきなのかなとも思っていますし、じゃあそれはどんな課題なのかっていうのはちょっと考えないといけないところだなと思っています。続いて中級の課題です。中級というのはある程度の専門知識が必要な課題、タスクについて生成 AI に支援してもらうということで、2つの事例として私がセンターでデータ分析をしたプログラム作成ということとシステム管理のところ。 サーバー証明書の作成方法なんかについて紹介したいと思います。これは、えーまあ、データ分析のプログラムの作成なんですけども、えー、最近あの、マイクロソフトの365がストレージ容量を上限で制定します、制限しますよという通知が来ておりまして、じゃあ大学でどれくらい使っているのかを調べましょうという、えー、課題があります。そこでマイクロソフトと MS365 から使用状況のデータをダウンロードしまして分析しました。このプログラムを作ったんですね。 結果としてはですね、3万人ぐらいのユーザーのいる九州大学で535テラバイト使っていています。それから1テラバイト以上使っている人は91人で、その人たちが164テラバイト、30%以上使っているというようなことが出ました。これは分析プログラムでやったものです。で、その後最後にこのぐらいの使用用になるんじゃないかというのを私が人手で計算しております。 この分析プログラムの部分なんですが、これは以前は自分、全部自分で書いていまして、まあ、時間としては1週間、あまあ、あでもない、こうでもないと試しながらやるので1週間ぐらいかかってみたんですが、生成 AI ができてからですね、大部分が書けてしまうようになりました。もう1日2日で終わります。どうやって書くのかというとですね、こんな感じです。最初に Python 言語のこの言語を指定するのが大事ですね。えー、CSV で形式の、まあ、c e l みたいな形式のデータを分析します でこれをですね、まず、えー、Python が持っている、えー、Pandas データと、えー、Excel のシート型のデータ形式に読み込んでくださいっていう。そうすると2、3行のコードが出てきまして読み込みます。読み込んだらですね、次に、えー、必要なのは、まあ実際バイトだけなんですけど、まあバイトとメールがあった方が便利なので、このネイン名前と、えー、使用量とメールの部分だけからなる部分だけ取り出してくださいっていうと、えー、一瞬で行くことができますで。それからですね、えー、学生は S9 周有、えー、職員 九州 U というメールアドレスになっているので、それで学生だけのデータと職員だけに分けてくださいというと、これも書いてくれます。それから、容量が大きい人から知りたいので、バイトの数値が大きい順に並べ替えてくださいと。この後コードが出ます。今回資料コードを出してませんけど、ちゃんとコードを書いて。最後に DF のデータ、データフレームというシート型のデータなんですけども。 これをバイト S が1テラバイト以上だ人のだけに限定してバイトの値を足し合わせて合計ストレージ容量を人数を出してくださいってとそのコードが出てきます。あっという間です。これらの段階なんですけども、これ小さい断片ずつのコードが出ますので、最後に一つのプログラムにまとめてくださいというと、全体を一気に一つの処理する一つのプログラムが出来上がります。自然言,言語でほとんど外れ、えー、ているだけです。 でここは綺麗に流れているんですけど、実際はですね、試行錯誤しながら行って、この1一つの資格がプロンプト文だと思っていただくと、何々をしてください、してくださいってやって、ちょっと間違えてると、あ違いますと言ってですね、次のプロンプト文を入れるんです、ね。間違えると、ああまた間違えてますと言いつつ、左に書いてあるような、こう、綺、え、麗、ー、な本流だけができて、これを一つにまとめてくださいというような書き方になります。 あと一つ、まあ、こちらはあんまりいいんですが、サーバー証明書っていうのを使ってるんですけども、これは公的なウェブサーバーを利用するために暗号、サーバーの本申証本,本物であることと、通信を暗号化するための暗号鍵を作るものなんですが、これを NII や学術認証フェデレーションでサービス提供してくださっているので、九州大学でもですね、サーバー証明書のためのマニュアル等があるんですけども、 で、マニュアルが、えー、こうやりなさいっていう手順だけが出てきて、説明何も書いてない。いや、何もでもほとんど書いてないですね。じゃあ、その内容を聞いてみるとですね、ちょっとこれ長いんですけど、まあ、要するに上の、えー、オープン SSL というコードを書いて、このコマンド打ちなさいっていう風になって、これは、あの、暗号鍵を作るものなんですけども、その説明あんまりなくて、これ何ですかって、チャット GPT に聞くと暗号鍵を生成して、それをトリプルデス暗号で保護していますとかですね、ランス。 えー、ランス、パイドをランスイって使っているとかですね、えー、2048っていうのは鍵の長さ、秘密鍵のビット帳なんですよっていうのを出してくれて、えー、ちゃんと説明してくれます。えー、わかんなくなったコマンドを、ね、聞けば教えてくれるので非常にありがたいです。ということで、えー、こういう自分がよくわかっている、ある程度わかっている、えー、中級の課題、タスクに関してはですね、もう本当にものすごい時短効果が得られている。 これはですね、私が知っているため、質問文が良いっていうことと、生成 AI が出していける回答も大体理解できる。ということで、えー、試行錯誤の回数が少ないので、簡単に時間、すごい効率よくあるそれから、えー、私のところの研究室の学生さんにもですね、コードの書き方を教える前にチャット GTP で尋ねてんっていうと、大体かなりの部分が解決します。ちなみに先ほど3つぐらい前に出した、こういう 書き方ですけども、これも大体学生さんからですね、小さい、小さい分にした方がいいですよ。それから最後に一つのまとめてって言われると、とっても楽ですよ、と学生から教えてもらいます。そういった使い方があるかなと思います。で、最後に上級の課題なんですけども、難易度の型外プログラムを処理したいんですが、その例として2つ出してますが、デジタル学習省にもやってるので、それの処理と、会計分析の例なんですけども、 え、近年ワクチン証明書というのが出ていまして、右はですね、これが出たので、あこれじゃあ学生証もできてるなと思って、右側のスマートフォンで学生証が作りたいなと思うのになりまして、それでじゃあこれも尋ねてみようというとですね、無料のチャット GPT はですね、こんなのは知らないと。2021年9月までのものなので知りませんと。あります。で、じゃあ Google バードに聞くとですね、これはちゃんとした答えが出てきます。これが、この、 内容がちゃんとした答えであるっていうのはですね、私が事前に勉強していたからわかるんですけど、初めて見ると多分わかんないんじゃないかなと思います。で、じゃあ QR コードがどう、えー、あの、さのワクチン証接種証明にある QR コードは、えー、どうやって解析したらいいんですかとか言うと出るんですけど、えー、何ですかっていうこれ、試行錯誤が非常に多くなります。JWT とか出てきて、これ何ですかって,いていと、JSON Web t トークンですとか出てきて、とにかく、えー、 すごいつまずきます。で、えー、こちらのスマートフォンの学生証というんですかね、えー、は、事前にある程度勉強していたので、理解できる部分が多いんですけども、なんとなくなんですけど、生成 AI が学習している文章が少ないような感じがします。難しい内容の文章は、学習が少ないんじゃないか。そもそも私の質問文が求める内容を的確に文章化できていないようにも感じて、えー、時短、 テ成 AI による時間短縮効果が少ないんじゃないかなと思います。で、もう一つ、先ほどのちょっと中級のところでお話したマイクロソフト365のストレージ用状況をフィッティングしてみようと。このカーブに合うカーブを作ろうと思って試行錯誤をしたんですけれども、最初にストレージを分析します、していますという単語を入れるとですね、チャット GPT の回答がストレージという単語にちょっと引っ張られます。ストレージを外していくと、あ あ,あ、これは回帰分析なんだというふうにやってくるんですけど、とにかくつまずきます。で、えー、チャット GPT が出してくれる、このコードなら、えー、近似曲線を得られるんじゃないんです、のパラメータを得られるんじゃないんですかっていうのがですね、あんまりうまくいかないです。試行錯誤が本当に増えます。で、コードの内容もちょっとわからない部分があったりして、え、それを調査しているのに非常に時間がかかります。ということで、まあ、上級の高いというか、専門的なタスクに関する、えー、仕様のまとめなんですけど、 生成 AI による時短効果は、時間短縮効果があんまりなくて、はい。これはプロンプトが作れていないか、その分野の用語を知らないということで、そのために、まあ、事前勉強しておかないと、AI の文章も理解できない。まあ、結局、手袋から言うと、従来からの研究とあんまり変わらない。調査研究と変わらなくて、自分で調べたり、思考作業して理解するっていうのが必要になるかなと思います。最後に終わりなんですけども、まあ、これ最初に伝えたことなので、まあ、初級、中級の課題は、 えー、わかりやすいけれど、難しいのが作りにくい。この、難しいのが作りにくいという感じを右側の図で表してみたんですが、ちょっと次の最後なんですけど、えー、ゴールがどこかわからなくて、どのボールを打ってどの方向に打てばいいかがよくわからない。それからこれは、あの、上は二次元の正規文法なんですけど、簡単な課題に関する文章はたくさんあるんだけど、外側に行く難しい内容ほどですね、文章が少なくなって、こういうのをり着く上手い方法がいる。ん うん、欲しいなということ結局専門家とか、専門の研究機会っていうのが人間に聞くのが一番早いのかなというような感じをしております。はい、えー、ちょっと時間をですかね。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。